富山県道44号富山高岡線は富山県富山市から高岡市に至る県道である。国道8号と並び富山県の第一、第二の都市を結ぶ主要幹線道路である。起点の城市公園前交差点現在の富山、高岡線はもともと国道8号の一部として1935年に作られた道路である。旧北陸街道を改修した一部区間を除き、 新規路線である。富山高岡バイパス完成により、1976年に旧道区間が県道に指定された。丸の内から五福地内にかけては、富山地方鉄道富山軌道線の軌道が道路中央に付設されている。富山市城市公園前から丸の内区間、富山大橋の区間を除いて、全線に斜線。富山市西部伊水市東部の区間を除いて、 ほぼ全線が市街地の中を通り、交通量は非常に多い。国道の地位こそ譲ったものの沿線には、数多くの郊外型大規模小売店舗が林立し、富山大学をはじめ各種の学校も多く富山、高岡間をはじめとすると富山県の経済活動を最も支える大動脈であり、生命線といっても過言ではないと言える。全線にわたって、 県下有数数の混雑箇所を数多く抱える中でも富山市丸の内茶屋町は朝夕のラッシュ時に限らず激しい渋滞が発生、特に五福付近の渋滞が状態化していたが、2012年3月24日に片側に車線となった新しい富山大橋が開通してからは、周辺の渋滞は緩和している。 新しい富山大橋が開通するまでの週末の夕方ラッシュ時の最大渋滞長としては、上り線、富山市内中心部方面行きは、丸の内を先頭に、クレハ本町付近まで5キロ以上、下り線、高岡方面行きは、茶屋町付近を先頭に、城市公園前まで4キロ以上となっていた。今は、週末の夕方の下り線は、茶屋町付近を先頭に、 富山大橋付近まで3キロほどであり、上り線に至っては、峠茶屋や五福を先頭に1キロから2キロほどの渋滞が発生する程度にまでなった。ただし、朝のラッシュ時の上り線は、五福付近を先頭に、クレハ本町付近まで3キロほどの渋滞が発生している。また、高岡市内でも、野村から中川付近が、朝夕のラッシュ時に限らず混雑が目立っている。 富山大橋高岡大橋、ありがとうございます。